出てきたんですよ。これは残ったものに服があるっていうところだと思うんでね、質のありがちは高いんです。おめでとうございます。最後ジャンケンください。はい、どうぞ。最初はグー、ジャンケンショー。ああ、おめでとうございます。みんなスクワイアでできたあの、そういう方、ありがとうございます。はい、盛り上がったところで、ね、この一般の審査会を終わりたいと思います。最後は、もう出たの、最後は、事務所企業オーケストラの演奏で、最後は、ここは電気なので、走ってくるあの音が来ますので、皆さん、目を覚まして最後、楽しんでいけたらと思いますが、サスケさん、サスケさん、ドラッグサスケさんいないの、あ、いた。そっちに早く来てよ。出演者の人が向こうに来てまだ向こうにいるんで早く来てほしいなってことですよね。ここの門脇さんは、今日の日のために東京から戻ってきてくれました。今は東京を拠点に音楽活動をしているという時代ではありますが、モチサルコンサルのために、戻ってきまして、ライブを盛り上げてくれるということで、今日も素晴らしい演奏をしてくれるなという期待感を持ちまして、最後は締めたいと思います。プレッシャーをかけて、どうなるか楽しみにしてますが、準備ができたら締めたいと思いますが、そろそろいいかな。まっちゃんはまだ音出てないって。はい、今日はまっちゃんの同僚も今日はね、ライブしてくれるということで、先日、キスケ杯の方がね、来てくれた今日。新人ドライバーの方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。人力系みたいなので、すみません。ラスト、地図系のオーケストラよろしく。Thank you.
で、門脇何かと気分を忙しいドラムス、サスケ相変わらずタクシードライバーで今日も勤務明けで朝まで走ってました、まっちゃんでございます。よろしくお願いします。今日なんか時間押してるみたいなんで、あんまりおしゃべりしないでさっさとやろうかな。打ち上げだしね、すぐ打ち上げだし、どっちかというとこのステージより打ち上げのステージが楽しい感じ。さあ次次の曲、これもね、老眼鏡持ってくれよかったかな。ちょっと見せたかったな。間違っても許して。
ういう意味で来年はぜひ、今のところまだ具体的に何も決まっておりませんけども、感激ライブをやりたいと思いますので、その時はぜひ冷やかしんでまっすぐに来てください。よろしくお願いいたします。Thank you.
展示になったっていうことは、あ、郵便濡れて考えたことは、うん、これはっきり言って間違ったっていう話なんですよね。言わなきゃわかんないんです。いいかな、ちゃん。それでは長い長い間やってきました中小企業オーケストラのステージも最後の曲でございます。いつもねこの曲はライブの時にやるんですが、不思議とノスタルジックではやってなかったような気がしたんで、あえて定番の曲をやって最後にし、でその後にオールスターズね全員で影響の曲を、ね、やって、もちろん会場の皆さんも一緒に歌っていただいて、
そう、ありがとうございます。